はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ももぐれももみチャンネルのももみです。つい先ほどね、鶏 VS 卵のね、フェスの速報が出たようなので、一緒に結果を見てみたいと思います。どうぞ、始まったぞ。どっちだどっちだ。はーい、こんちゃー。よしよし。速報の臨時ニュースね。お、さあ、フェスの結果が出たよ。どうなる？まずはね、そうそう、投票率。でけ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 で
かってるじゃん。イエーイ。いやー、なるほどね。こうなったんだね。よし、次行くぞ、次。次も大事です。貢献度。さあ、行きますよ、貢献度。え、いっぺんに、いっぺんに行っちゃうよ。ドゥル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 、デケ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 。じゃん。あ、負けちょる。負けちょる、これ。やだ、鶏強強じゃん。マジかよ。おー、確かに。もう分かっちゃってんだけどね、最終結果ね。はい。今回のフェイスを制したチームは、じゃん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 。いやー、2対1で、鶏の勝利だー。残念。負けた。鶏派のみんなありがとう、言ってるね。そっか、考えるんじゃねえ、感じろっていうことは、いいよね。ん、そんなこと言ったかって。そうか、ライブの予定がなくてもずっとスキル磨いてる。いや、ライブしてほしいな、二人には。でも、残念だな、自分そうそう、卵で、10倍マッチも結構勝ったし、周りもね、100倍マッチ勝ったとか言ってたから、結構調子良さそうだと思ったんだけど、ダメだったか。残念。あ、そうそう、サザエね、もらってこようね。はい、勝ったのはニワトリ。残念。がっくり。いやー、でも、ニワトリ派の人、おめでとう。卵派の人、お疲れ様でした。でね、そうそう、サザエがね、ででーんってもらっちゃえるからね。で、せっかくのね、久しぶりのフェスだったので、ちょっと振り返ってみたいと思います。そうそう、こんな感じでね、フェスが始まる。やっぱりフェスは特別だよね。そう、振り返ってみましょう。ね、まずフェス始まってすぐね、一番最初にログインした時はこう、もう始まるんだよね。あー、懐かしいね、もう。ちょっと前のことなんだけど、そう、22日から24日、やってましたな。そう、海外であったフェスのリバイバルだったんだよね、今回のニワトリ VS 卵は。で、ミステリーゾーンがとじとじ。ね、みんなとじとじ楽しんだかな。私も結構ね、あのバトルとじとじ出て楽しみましたよ。やっぱこのね、フェスの雰囲気は独特だし、最近ね、始められた方はね、このフェスが初めてだったとか、前回のフェスがね、1回目で今回2回目とかね、でサザエも楽しみにしてるとかおっしゃってる方多かったから、みんな盛り上がったかな。イエーイ。よし、早速バトルに出かけましょう。ということでね、あのミステリーゾーンとじとじで10倍マッチになったあのバトルをお届けしたいと思います。そうでね、10倍マッチになると始まりの時にペペペってこうインクが塗られて10倍マッチってのをね、知らされるんだよね。よし、始まったぞ。レディーゴー。そう、私あれです、クローズアップ持ってて。よし、で早速あの右側のね、隔離部分を塗りに行こうかなと、こう脇のスロープを塗りながらそっちに向かってます。よいしょ。であれだな、あのアーマー溜まったのでアーマーを履きつつ、で私ここ担当ってことで塗ってます。よしよし、塗ったかな。でだいたい塗り終わったかなってとこで、よし、あーちょっとやられちゃったよ、やられちゃった。強強だな、皆さん強い。よしよし、逃げずに行くぞ。いやー、ちょっとピンチなんだけど、やばいな。どう真ん中結構取られてんね。あ、しかもこの左右とか右側の途中にもちょっと入られちゃった。いらっしゃる、まだ。あ、もういないね。あ、まあありがとう。塗って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 、よし、行こう行こう。よいしょ。よし、中央。あー、ここに足が張ってんな。あれ、自陣にも結構入られてる。左右の隔離始まったね。さ
左右の隔離は何としても、あのちょっとね、自分とこは取られないようにダメだ、エイムが合わない、やられてしまった。よしよし、あの、うん、見えずに受け私まだ打ってしかないね、キル全く取ってないしやばいやばい、先般っぽい。まず塗ろう、まず縄張りだからね、そう、面積面積、とりあえず塗って塗って、いるないるな、そろそろ左右の隔離は終わったもんね。よいしょ、勝ちたい、いやー、相打ちかしかもアーマー抱え落ちしちゃった。あ、でも人数的には有利だったか。いやー、でもちょっと押されてるな。どっちかっつうと自陣寄りで攻防してるもん。前出たいな、前出たいな。お、残り1分。さあさあ、中央の隔離が始まりますよ。ジェッパー入ってらっしゃる。おお、中央隔離、この辺から抜けれないかな。よし、始まったね、中央の隔離。どうする、あま、あま、うん、仲間、よし、あー、な、これはやられた。いやー、ちょっと、え、今のね、カモンは5カモン、間違っちゃった侵入者を入りまくっちゃうよ。あ、じゃ、見つかった。あー、状況としてはこんな感じか。中央隔離は取られちゃったって感じね。よし、あ、でもみんなあれか、もう中央隔離はもうほっといて、どうしようもないもんね、入り込めないもんね。だから周りの範囲、周り結構広いですひどい、私の動きがひどい、先般だ。周りを塗ろうと、ごめんよー、これ入る、あれだな、飛ぶとちょっとやれかな塗りたい、とにかく塗ろう塗ろう。よし、ここは勝ちたい、ここは勝ちたい、塗るぞ塗るぞ。どうだどうだ、ピンチは消えてたけど、え、どうどう、あ、危ない、勝った、やった。10倍マッチはね、やっぱ10倍分だからね、勝ちたいよね。危ねえ、ごめん、私あんま働けてないかも。みんなありがとうね、バトルしてくれた皆さんありがとうございました。いやー、ドキドキだった。うんうん、でね、あれだわ、広場に行って、あの看板のね、10倍マッチ勝ったよってのをね、見に行こうと思って、まずだからやめちゃって、看板でね、4人の、そうそうそう、勝利を確認してきますこれ、そうそう、確認しないとね、あのまた10倍マッチとか100倍マッチになっちゃったら流れてっちゃうから、今確認しときます。一旦ね、やめるにして、で、よいしょよいしょ、来ました、来ました、お、確認する。でね、そのこの投票したやつの看板で、あ、これはフェスの心得なんだけど、あ、じゃなくて、これ、あ、だ、十字キーの左右ボタン、ちょこちょこ、あ、あった、あった、やったー、さっきのね、今のか、10倍マッチ勝ちましたよの、やったー。で、これ、そうそう、ツイッターとかね、SNS に投稿したり、記念にね、画像をね、保存しておきましょう。フェスのいい記念になるし、これ、フレにはね、あの、表示されるっていうか、見えるから、うん、皆様、フェス、お疲れ様でしたー。楽しかった。ね、またね、あるみたいだから楽しみですね。うん。はい、皆様、フェスお疲れ様でした。いやー、卵だったからちょっと曲げちゃったけど、でも、ともかく盛り上がって楽しかった。ほんとみんなありがとう。今後もね、フェスあるみたいだからまた頑張りましょう。ももぐれももみチャンネルでは、スプラトゥーンの攻略情報、フェス情報、あとね、武器のアップデもあるみたいだから、今後またアップデ情報、あとはね、出てくる、なんだろう、オブジェクトのね、グッズ作ったりとかのね、制作工程とかもね、アップできたらいいなって考えてるので、また皆さんよろしくお願いします。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。またねー、バイバーイ。